運転席でスマートフォンをかざすと、ハンドルに設置されているボタンの使い方が表示されます。トヨタ自動車が展開する車の定額カーリース、キントが今日から始めたのは、AR を使って車の機能を伝えるサービスです。専用のアプリをダウンロードしたスマートフォンをかざすと、ハンドル周辺のスイッチを認識。テキストや動画で機能や使い方が表示されます。対象の車種はプリウスの一部のモデルで、今後はヤリスやヤリスクロスにも広げていく予定です。デジタル技術の活用で若い世代の利用者を増やすのが狙いです。車に不慣れな方を中心にですね、こういった機能で車を楽しんでいただくことで、カーライフを楽しんでいただける方自体をこう増やしていければいいなとは思っております。